世界各国で行われている世界イタレコ週間の、一環のイベントとして、本トークイベントを、行います。今日の司会、私は務めさせていただきますけど、イタレ文化会館で、イタレの留学を、担当している南里と申します。ですね、今年の世界イタレコ週間のテーマは音楽ですので、音楽院イタリアでとても有名ですので、それに関連したイベントを、行いただいて、このトークイベントを、設けさせていただきました。毎年、日本から、たくさんの、音楽院留学生が、イタリアに渡るんですけど、今日のトークで、皆さんの先輩たちから有力な情報を、発信できればと思います。で、今日私一人で、司会を行っているわけではなくて、ナビゲーターとして、ウィネの音楽院を卒業されたパリス先生、聞いてますので、ブンジョロ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 ブンブンジョロアドラグラッツェブンジョロ。今日パリス先生に、イタリア人目線の、イタリアの音楽院の話を、聞きたいと思います。きっと面白い話がたくさん出ると思いますので、まず、教えていただいて、また、トークに入りたいと思います。そして、今日のゲスト4人、いらっしゃるんですけど、一人一人ちょっと紹介させていただきたいと思います。まずパルマ・アリゴ・ボーイと、音楽院で、留学された、元エリ様です。お願いいたします。ボンジョルノ。どうぞお願いください。そして、ロマのサンタチチーレの音楽院を留学された、鬼沢真美さんです。どうぞご覧くださいます。続きまして、またパルマに戻ります。パルマ・アリゴ・ボーイと音楽院を卒業された栗林恵子様です。ありがとうございます。そして、最後にローマに戻ります。サンタジチーレの音楽院を卒業されたひろたみほ様です。どうもありがとうございます。皆さん、まず掛けになってください。ではまず皆様に、簡単に、自己紹介を、していただきたいですね。もうちょっと親近感が湧いてきて、皆さんどういった、留学してきたのかって、パリス先生の場合は留学ではないんですけど、じゃあまずパリス先生からお願いします。こんにちは。私は結構皆さんよりベテランというか、イタリアの、コンセルバトリオのベテランです。今さっき話してたんですけど、今より違うシステムの時に卒業しましたので、僕が卒業してからだいぶイタリアのコンセルバトリオ変わってきて、でも私の場合は10歳の時に入学して、それで8年間かけて、オーボエの卒業しましたんです。でも当時はコンセルバトリオは、大学っていうステータスじゃなくて、音楽学校っていうものだったんですよ。だから普通の学校通いながら、中学校高校通いながら、学校の宿題やるだけじゃなくて、音楽も午後レッスン授業を受けて、それでちょっと使ったんですけど、なんとかできたんですので、あと当時のコンセルバトリオの生徒さんたちは、ほとんどの人は大学っていう通わない人が多いかな、ほとんど通わなかった。僕の場合はちょっと演奏者の生活どうかなって思いながら、念のために普通の音楽大学も通って、そしたら音楽大学の卒業した頃にオーボエの卒業もして、2つのこういう資格を持って、しばらくオーケストラで、
まあ、演奏させていただいて、そしたらちょっとまあアジアをもっと見たくて日本に来たんですので、これからまあそのオーボエの演奏者としてはまあそんなに、まあ仕事を、まあ、してないんですけれども、まあ、やっぱりあのイタリア語を教えながらやっぱり音楽とあの結びついた仕事が、まあ、たまんなくて、オペラの大ファンなので、まあ一番楽しい仕事はそのオペラ歌手にイタリア語とイタリア語の発音プロノンシャを教えるのが一番楽しいですので、だからまあ一生音楽と付き合ったイタリア語を教える仕事がいいなと思います。グラッツェ・バリュッツさん、ちょっと独特な経験だと思います。じゃあ次あの本さんお願いします。はい、私は、イタリアに留学していたのが2012年の秋から2014年の秋、ちょうど去年の今頃まで留学をしておりました。で、先ほどちょっと前まで制度が違ったよということをおっしゃってらしたんですけれども、私の時にはすでに、まあ、ユベルスタという、まあ、大学的な扱いにコンセルバトリーはなっておりまして、でそれで、特にこの日本から出願して受けられるものが、リエンニオというものとトリエンニオというものがありまして、リエンニオが2年コースですね。でトリエンニオが3年コースなんですが、大体リエンニオが日本でいうところの修士に当たるような、イメージで捉えていただければ大体合ってるかと思いますが、そういったことでリエンニオ2年間のコースの方に出願しまして、それでイタリア政府の奨学金を受けて一応国費留学というような形で向こうに行かせていただいておりました。ありがとうございます。戻ってきたばかりという形ですね。じゃあ次富澤さんお願いします。こんにちは、ピアノの富澤と申します。先ほど本さんが説明していただいたんですけれども、私も、イタリアの2年生の方に留学していました。期間はちょっと古いと言ったらみんな怒られてしまうんですけど2009年の秋から、2年間ですね。なので帰国してもう4年ほど経っています。まあ、ここにいらっしゃる皆さんは声楽専攻で一人だけピアノなので、どうしてピアノでイタリア行ったんだってさっきも言われてしまったんですが、私なりにいろいろ選択があった上でイタリアを選び、まあ後で、あ、後ろに出てますね、写真も後で何個か載ってるかもしれないんですが、とにかく食べ物が美味しい国に行きたいというところがすごく大きかったので、大きなポイントだと思います。すごく大きいと思います。後ほどお話もさせていただきたいんですけども、ドイツにも、講習会とレッスン、あと先生探しの旅に1ヶ月ほど滞在したこともあったんですけども、先生は良かったんですがご飯だねっていうのがあったので、まあ他にもちょっといろんな選択もあったんですけども、まあ広田さんという大先輩のつながりもあったり、いろんな方にご相談をさせていただいたので、ローマを決めて2年間いろいろたくさんのことを学ばせていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。広田さんの話も面白くなりそうですね。じゃあ次に広田さんお願いします。ソプラノの栗林由里子と申します。私は大戸さんと完全に同じ時期、2012年の秋から卒業時期だと少し私のが思って、私は2014年の12月までイタリアのパルマに留学していました。私もこちらのリエンニオコースっていう2年間のコースを留学して受けて、パルマで2年間卒業しました。なんか皆さん説明してくださったから私いいかなって気持ちになっちゃうんですけど、分かった、たっぷり後で話していただけると思います。ありがとうございます。では、広田さんからお願いします。はい、ソプラノの広田美穂です。私はですね、何を確認したかと言いますと、最初チラシの方には、皆さんと同じ、修士課程修了というふうに書かれてたんですけれども、私はですね両方のコースをまたにかけていまして、最初2001年の夏ぐらいから留学を始めて、最初2004年の秋まで行ったんですね。で
2005年の秋ですね。その時は、さっき彼も言っていました月経オルディナメントということで5年間声楽を声楽科では5年間勉強しましょうねっていう音楽学校時代のシステムで留学してました。でその後2008年から2009年にかけての1年間は、皆さんと同じ新しいシステムの、大学生としてビエンリオ2年生の方に1年間だけ、文化庁の海外在外派遣で、留学していました。あ、確かに間違いありました。なのでちょっとそれをね確認させていただいたんですけれども、そういうことで私は5年間実質、イタリアの方におりました。イタリアの、その音楽院のシステムは大学のシステムと同じように、最近変わってきました。特に音楽院は、大学と違ってその一貫してる、その5年間の、講座が、ほとんどだったんですね。でそれは、だんだん変わってきて今の形になっています。今の形は、それを半分に分けて3年間のテリエンニオの、総合コース、そしてそれに、続く2年課程の、ビエンニオ、先ほどもお話だったと思うんですけど、そこは、もうちょっと、先行した、分野を、勉強していくっていう形ですね。あ、皆さん、本当に質問ありがとうございます。じゃあ、皆さんも紹介していただいたので、どこから何を勉強されたのかもう皆さん分かってきたと思いますので、本題に入りたいと思います。というのは、そもそも、いろんな国にある中で、欧米はなかなか、アメリカとかあまりないんですけど、ヨーロッパの中にたくさん、音楽院のある、国がありますので、どうしてあえてイタリアを、選んだのかっていうのをぜひ聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、よろしかったらさんからお願いします。はい、私の場合まずイタリアという国を選んだというのはもう選んだというか必須というような感覚だったんですが、自分はそのイタリアオペラをずっと勉強してまいりましたので、はい、先生と一緒に映ってるんですけど、食事のこともまずすごく大きくはあったんですが、まずそのやっぱりイタリアオペラをやっていく上でその言語感覚なり、やっぱし それを日常的に話している人たちの国に行くこと、それからもちろんオペラが生まれた国がイタリアなので、そこで勉強することっていうのは欠かせないことだろうなと思って、ずっと大学で勉強している間も思ってましたので、それでイタリアという国に行くこと自体は迷いはなかったです。で、その上で、なぜパルマかということで、結構そのご飯の面が大きくなってくるんですが、パルマは生ハムですとか、パルミチアのレチャーノって言ってパルメザンチーズですね、日本でいうところの、土地だったりもするんですが、同時にすごく芸術、食と芸術の街なんていうふうにも言われたりするんですが、とても音楽、特にオペラを愛している土地柄というのがあって、まだどの街にしようかなと悩んで、いろんな先輩ですとか友達ですとか先に留学している人のところを訪ねて下見旅行のようなことをした時があったんですが、その中で、パドバですとかローマも行きましたし、そうですね、その中に、パルマという町があったんですが、やっぱりそこでオペラを実際にテアトロレージョっていうオペラ劇場があるんですが、そこで見たオペラのファンの様子に非常に心を打たれまして、というのもお金がなかったので立ち見といって、天井桟敷から5ユーロとか10ユーロぐらいだったかな、で立ち見だったらもうそのぐらいの安い価格で見れるんですが、そのあたりっていうのは昔からのオペラファンの方が通い詰めてる席でもあるんですね。でそれでブチアリ・ラメモールっていう作品、ベンゲッティのオペラを見たんですけれども、最初の方にバリトンのアリアがあって、普通日本だったらうまくても
そんなにまあまあだなと思っても普通にこうやってこう拍手をすると思うんですが、まあ、その時そんなにものすごく下手だなっていうわけでは全然なかったんですが、多少まあちょっと声がもうちょっといいところがあるのかなという程度のことだったんですが、私が拍手しようとしたところ周りの人に拍手するんじゃないと言われまして、なんでこんなのに拍手するのお前はちゃんと聞けみたいに言われまして、ああそんな、そうそう厳しかったです。これは ブーイングとかなかったですか？ブーイングまでは至らなかったです。ただ拍手するほどのもんじゃないよみたいな感じ でそれで一番最後終わってからは、確かに演出が少し変だったんですけど、そしたらやっぱり演出開始のブーイングっていうのはありました。とてもで、後で聞いたら、まあ、ブーイングが結構出やすい印象というので有名な場所だったみたいで、まあ、そういう、もう人々の生活の中にこうやってオペラが息づいているんだなっていう点に非常に感銘を受けまして、この街にしようと思いました。ありがとうございます。結構刺激的ですね。それは逆にどういう、先ほども確かに話があったんですけど、そうですね、少しお話どうしてピアノでイタリアかっていう話なんですが、まあ、日本の学生時代の時に、これすごい珍しく広場で、ごめんなさい、食べ物の写真がとにかく私は多いのでちょっと流しながら見ていただければと思いますが、そうすごいすごい美味しいですね。美味しそうですまあ、学生時代に漠然とヨーロッパに留学したいという思いだけがあったんですけれども、まあ、その中で主要な国もしくは都市に行きたいというのも、日本人だけでなくてその現地の国の方だけではなくていろんな留学生が集まっている学校に行きたいなという思いがありました。で先ほどお話しした通り、ドイツはちょっといろいろ合わなかったので、はい、で、たまたま日本の母校の招聘教授の方、ローマの別の学校なんですが、そこで教授をされていたので、そこの学校を受験し、その時に広田さんにすごくお世話になったんですけれども、で見事そこは不合格になりまして、ただ不合格になったんですけども、1ヶ月滞在している時にもう言葉も大してわからないのに、町の皆さんも本当に親切にしてくださって、ご飯も美味しいし、環境もすごい冬なのにすごい気分が晴れるような気候もあったんですね、多分。でもその時点で決めて、誰にも相談せずに決めたので、後日親にものすごく怒られたんですけれども、その後2ヶ月ローマで滞在をして、ローマの音楽院の先生ももちろんそうですし、近郊の地方都市の音楽院の教授など、そうですね、5、6人とかな、結構いろんな先生のレッスンを受けてみました。でその中でやっぱりもともとさまざまな国の方と交流したかったというのもあったので、ローマにして、その中でも私の拙いイタリア語でも面倒を見てくれるとおっしゃってくださるピアノ先生と出会ったこともあったので、そちらで受験をしようと決めました。ありがとうございます。皆さん結構その面倒見てくれる人、また先生が結構大きな存在だそうですので、多分今日の話もたくさんそういう話も出るかと思います。じゃあ栗林さんお願いします。私のもう大学に入った時からイタリアオペラ専攻でずっとやっていたので、ついていた先生がイタリアオペラ専攻の方だったっていうのが一番大きいと思うんですけど、だからもう大学中からイタリアにいずれは留学するっていうことを視野に入れて勉強していて、でそのまま大学院3年間行って、それで奨学金取り次第行こうと思ったんですけど、残念ながら奨学金は全部取れなくて、で、まあ、向こう行ってから何か取れるかなと、すごい楽観的な思考で、とりあえず行ってしまえっていう、こう勢いで2012年からイタリアに行くことにしたんですけど、なぜパリにしたかっていうのは、その留学するにあたってどこに行こうかなっていうのはずっと考えていて、で1年間に1回ぐらいずつ少しずついろんな街に滞在をしていろんな街を見ていて、で2011年の3月それこそその東日本大震災にあった時にちょうどミラノで1年間語学留学をしていて、まあ1年間って言われた、私1ヶ月間ですね、1ヶ月間の語学留学をしていてミラノに1ヶ月を住んでいたんですけど、その時にミラノには住めないと、ちょっとあまりにも
ゴミゴミしすぎていて、私に都会は合わないっていうことに気づいてしまって、でちょうどその時友達、大学の同期がパルマに住んでいて、でパルマに遊びに行ったんですね。でその時にパルマの駅に降り立った時に、パルマの街がものすごくこう自分の中でしっくりきてしまって、あ、ここだってなんていうか直感で決めてしまったっていうのが大きかったですね。でやっぱりパルマはベルリン の出身地っていうのもあるので、そのベルリーフェスティバルっていうオペラの、はい、ベルディの作品だけをやる期間っていうのが特別に設けられていて、でちょうどその時期にも行ったことがあるんですけれども、それもすごく刺激的だったし、あとミラノの音楽、ベルディの音楽が一番やっぱり門下数も多いんですけど、パルマの音楽にその次に声楽家の門下数も多いので、まだ私先生が決まってなかったので、その時点ではだから選択肢が多いっていうのも理由の一つでした。小林さんの話にもあったんですけど、そのイタリア留学を決めた時に、そこからまたどのイタリア選ぶのかっていうのは大きな、まあ、課題でもあり楽しみでもあります。自分に一番合うイタリア探すのはとても一つ のポイントだと思います。皆さんも旅されたことがあると思うんですけど、聞いてたらと南イタリアは全く違う異なる一面を持っているというのは多分ご存知だと思います。その中で皆さんもきっとそれを見ながら決めになったと思うんですね。広田さんもそうだったんですか。そうですね、私はもともと大学にいた頃は留学を考えてなかったんですね。全く考えてなくて、ただ歌だけは勉強し続けたいっていうのがあったので、実は右往左往しながら、大学を卒業して3年後かなに、イタリア留学を決めました。というのも、そうなんです、なのでその右往左往している間に、ちょっとイタリア旅行というかイタリア演奏旅行についていく機会がありまして、でそこでローマでメサイアを歌おうという企画だったんですね。でその合唱のおばちゃま、おじさま、おばさまたちに助っ人として行った時に、すっごくやっぱりローマに惹かれてしまって、脈々と受け継がれる歴史の中に現代がやっぱり生きているっていうところにものすごく惹かれてしまいまして、まあ、食ももちろんそのうちの一つですし、ワインももちろんそのうちの一つだったんですけれども、これはやっぱりイタリアでしか勉強できないものがあるなという、それはやっぱりオペラをやっているのでイタリアの人を知る必要があったと思いましたし、それもイタリア人が当然として受け入れているその教会であったり、その美術であったりっていう、もう本当に芸術そのもの、街が芸術そのものであったということから、やっぱりここに住みたいなと。そしてローマのサンタ・チェチーリア音楽院っていうのは世界で多分古い、一番古い学校制度としてね、古い、一番古い学校だったので、こんな歴史のある、そしてレシピがいたりとかっていう、やっぱりずっと受け継がれてる音楽というのがあったので、どうしてもやっぱりここに勉強したいなということを強く思って始めました。留学準備を。結構うわさをしてなかったんですね。そうですね。そうですね。全くオペラ歌手になるともその当時も今も思ってない。今学生の時も留学してた時もオペラ歌手になるとはそんなに思ってなかったんですけど、とにかくイタリアに住みたい、ローマに住みたいっていうのが一番で、イタリアに住むためにはどうしたらいいか、音楽院、滞在許可証の問題とかもいろいろあったので、多分これからその話になっていくと思うんですけれども、でもやっぱりやっぱり長くいたい、で、やっぱり深く付き合いたいっていうところで音楽院を選びました。ありがとうございます。まあ、今日は学術的な話だけ出るかと思ったら、結構料理話も頻繁に出てきますので、結構そういうところも大事だと思うんですね。じゃあこちらから、まあ、もうちょっと、トークに入ってもちょっと細かくいろいろ聞きたいと思うんですね。皆さんまず留学されたのは名門とも思われている、音楽院ですね、ローマとパルマ、毎年たくさんの、日本人の方もそうなんですけど、世界中からの申し込みたくさんある音楽院なんですね。で、じゃあもう決めたところで、まあ
まず準備に入ると思うんですね。まあ留学の手続きだったりとか、家探しとか、まあいろんな問題があると思うんですね。まあ、1週間のちょっとした留学ではないんですよね。もう何年も、行くことになりますので、そこら辺は皆さん、まあ、ポイントだと思うところですね。あと、今日来てる皆さんに、ぜひ心、気をつけた方がいいとか、これ絶対押さえた方がいいっていうところがありましたら、ぜひ、お願いしたいと思います。アリス先生も、もし、なんか逆に、なんか、向こうで待ってる側として、どう見られたのかっていうのをぜひ聞きたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。まあ、そう、次の、まあ、ちょっと具体的なテーマに、そろそろ入りたいと思うんですけど、今の話だと、ちょっと聞き忘れたというか、まあ、皆さんには当たり前かもしれないんですけど、まあ、何を探しに行ったっていうのもちょっとやっぱり聞きたいですね。なんかイタリア、結構行くまでちょっと大変な苦労したと思うんですけど、これから出てくる話なんですけど、それでもどうしても行きたい、まあ、ゆうたさんの話だと、まあ、大体そういう美術とかずっとアート音楽と付き合いながらイタリア人はなんか生きていくっていうのイメージだったので、あと実際見て、だからまあこれから一人一人に聞きたいのは、まあ どれどういう準備してきたとか、まあ、どんなに大変だとか、皆さん多分これから行こうと思ってるんですけど、多分どんなに大変っていうのは分かってないかもしれないんですけど、でもまあそれでも、やっぱり行ってよかったとか、まあ、何の目的でっていうのはちょっと込めて教えてもらいたいと思いますので、じゃあそういうストーリーを聞かせてください。そうですね、私の場合はその目的というのは、まあ、主にやっぱりその台本に使われているそのイタリア語、まあ、オペラのそのリブレットというのがあるんですが、それをより深くこう、なんて言うんですか、その会話している感覚の中でどうやってじゃあこの言葉を発するのか、なんか感嘆詞一つにしてもその中に省略されている、なんて言うんですか、そのセリフとかそういったものがあるはずなので、そういったニュアンスをともかく理解できるようになりたいというのが一番だったんですね。で、それで留学する前にはなんか、まあ、周りともいろいろ情報交換してくる中で、まあ、向こうの空気を吸うだけでも全然違うしねみたいなことを言われたりもしたんです。で、私はその時点では結構まあ、ちょっとあれなんですけれども、そんな目的で行っていいのっていうふうに思ってたんです。なんかそんな向こうの空気するだけで変わるよって、そんなの嘘に決まってるぐらいに思ってたんですが、実際に行ってみると、あ、そういうことかっていうのが分かりまして、もちろん、まあ、空気吸うっていう表現にはなってしまうんですけれども、ともかく向こうで生活をして、向こうの文化の中で生きてっていうことが、これほどオペラを理解する上で必須なことかっていうのは、日本にいる段階では全然予想もできなかったことでしたので、その点は非常にだからある意味軽い気持ちでいっていいんじゃないかなっていうふうに思ったというのが、行ってみて思ったところでした。で、その上で一番準備の段階でこれは気をつけた方がいいよと思っているのは、やっぱり私に関してはお金の準備がとても大事かなということを痛感しました。そのやっぱり特に声楽の場合というか、他の音楽留学でも一緒かもしれないですが、その、音楽院に入って勉強する。で、音楽院自体の授業料はそこまで高くないんですね。大体今皆様に伺ったんですが、大体年間1100ユーロ前後ということで、大体まあイメージとして1年間で20万円学費があればいいというイメージだそうで、日本の音楽学校に比べたらものすごく割安かなというイメージだと思うんです。ただその上でもちろん音楽学校でたくさんのことを学べるんですが、やっぱり声楽の場合はプライベートレッスン
もあの別の方に見てもらいたいなというのがあったので、私の場合は何人か先生向こうに行ってから探したりとかして、でそこに行くという費用も必要でしたので、あのただ向こうのプライベートレッスン の, あの費用自体はだいたい高い方でもワンレッスン50ユーロぐらい、まあ、というような、イメージですの で, で、まあ、変な話それ以上を取られる方ももちろんいらっしゃいます。ただあの個人的な感覚としてですが、あのワンレッスン100ユーロ以上を要求してくる方はちょっと考えた方がいいです。あ、というのもいいですか。はい、考えた方がいいです。あの向こうのレッスンはやっぱり数通ってもらわないと習得できないよというのを先生も分かっているので、その上でじゃあこのぐらいだったら通えるよねって、それであなたを鍛えたいという気持ちがあって成立しているものなので、あのワンレッスン100以上っていうのはまあ日本人の感覚からすると、まあまあじゃあ大体1万円ちょっとぐらいか、まあそれだったら普通だなって思ってしまうんですが、ちょっとかなりイタリアの現地の感覚からすると高い。特にコンセルバトリオのパーナーなので、そうですね、あのそういうなんかもうどんな先生でもそういう違いがちょっと、あのなんかぼったくり臭い。あの私が今まさに言うとすることをおっしゃっている場所なんですが、すいません、直球で言います。ちょっと言葉がすみません。まあ、イタリア人の考え方なので。あの私自身もだから先生を探してる過程の中で、まあ、最高で250とか要求された時があったんですね。で、まあ、日本円にするとまあだから3万2000円ぐらいの感覚なんですが、まあ、日本の高名な先生だとそれくらい要求される方もいらっしゃるので、日本人の留学生は結構それでも受け入れてしまうと思うんですが、やっぱりそれはあの現地の感覚がかなり違うよということと、その先生が本当にあのあなたに技術を教えたいと思ってくれてるかなっていうことを、あのそういう金額を要求された場合は考えた方がいいですよというのは申し上げます。まあ、ともかくそういったわけで、そのプライベートのレッスンにかかるレッスン費用、もちろんそこに行く電車 の, あの移動費とか、あのそれから、まあ、やっぱりオペラをやっているので、実際に現地でやってるオペラ見て勉強したい、そのためにはチケット代も必要だし、で大体オペラ、あの向こうは帰り時間遅いですので、夜8時とかだともう電車もなくて帰れないっていうのはあのまあまあありますので、あの、まあ、そこに滞在する費用であったり、あとは自分の場合はあのやっぱり向こうで歌手がどういったレベルを求められているのかなっていうのを知りたかったので、コンクールとかもたくさんやっぱり受けたかったです。そうするとあのコンクールにかかる、まあ、受験料ですねとか、まあ、その本校でやってる町に滞在する費用とか、うん、そういったことも考えると、まあ、大体ざっくりですけど、あの会場でもこの本にも書いて書かせていただいたんですが、あの大体月2000ユーロぐらいの、滞在費っていうのは少なくとも必要かなというレベルで、あのもっといろんなことをそのレッスンの量を増やしたりとか、オペラをもっと見たいってなったらそれにプラスでもっとかかってくると思います。で月1000ユーロっていうのは、まあ、私の場合の数字でその、あくまで目安というか、かなりあの安く抑えている方なんじゃないかなという気があのするんですが、というのも私はルームシェアとかもしてましたので、あの一人暮らしだとか、あのもうピアノがある部屋に住みたいとかだったらもっと上がってくると思いますし、その辺はあのそれぞれのご事情によって違うかなと思います。ともかくあのそういったお金が月々必要ってことを考えて、でかつその私は一応その奨学金をもらってあの行ったんですが、奨学金最初から出るわけじゃないので、あの向こうに行ってからあのこの時期に支給されるということで、あの行って、でかつその時期もあの絶対にその時期に出るとは限らなくて、やっぱり多少の遅れとかもやっぱりあったりしますので、今多少もって言ったんですけど、私の場合実は半年遅れなんですけども、はい、なのであのそのお金を当てにして、この時期にこのお金入るから大丈夫っていうんじゃなくって、もう日本でかなりあのお金についてはやっぱり準備をした方があのいいと思います。向こうで働いて得るっていうのはほぼ不可能に近いですし、もちろんあの法律的にもあのなんだっけな、
修学ビザで一応ちょっとは働けるんですけれども、あの本当にそんなたくさんは働けないですので、なのでそれを考えた時に、じゃあお金をどうやって準備するか、あの日本にいる間にじゃあ自分で頑張って働いて貯めようとかいろいろあると思うんですけれども、あの私自身卒業してから、あのまあヒルドさんもあのちょっと卒業後何年か迷ってっておっしゃってたんですが、私も卒業後結構時間をかけてからイタリアに行きまして、でまあそれの中にはイタリアに行きたいというのはずっとあったんですけれども、やっぱりお金が準備できないというのが一つあって、行きたいけどお金がなと思って送らせている間に結構時間が経ってしまったというのがあって、でもその間にあの周りに、まあでもイタリアは逃げないからねっていうふうにあの言われて、まあ、変わりませんしね、そうかなとは思っていたんですけれども、確かにイタリア逃げなし変わらないし、それは事実なんですけれども、やっぱり歌い手としてのあの、まあ、旬とかいろいろなこともあると思うんですが、音楽家にとってもそれに新しい語学をやっぱり習得するのにもやっぱり早い方がいいなっていうのはやっぱり行ってから思いました。なのであの自分でお金を頑張って貯めようとするのもそれは一つ方法だとは思うんですけれども、ぜひあの賢くその奨学金ですとか、あのまあご親戚でもしあの、ね、援助してくれる方がいらしたらっていうのももちろんですし、っていうのもそういった奨学金とか、まあ、親戚の方ですとかに、自分はイタリアに行きたいんだ、その理由はこれこれこう でそのためにはこういうお金が必要なんだっていうことを説明できるようになるっていうこともとても大事、その中でモチベーションも自分で上がっていくし、じゃあ目標がこれだからこれに向けてその録音を準備しようであったり、書類をちゃんと書こうであったりとか、うん、そういった形につながってくると思いますので、あのぜひあので奨学金の情報って今とてもネットにたくさん出てますので、あの結構私も個人的に質問を受けたりするんですけれども、あの正直言ってそれ全部ネットに載ってる内容だからねと思って答えることが少なくありませんので、あのもうぜひ Google で検索をと思うところなので、はい、あのいろいろあの検索して、あので何でしょう、難易度っていうのがもちろんそれぞれの奨学金によってあると思うんですけれども、私もイタリア政府奨学金を受けた時に、あの正直言って自分が全然通るとは思っていなくて、あの受けたんですね。でも結果としては、まあ、あの取っていただけて、あの向こうに派遣していただけるということになったので、あのどんなことでも不可能だと思わずにぜひトライをしてほしいなと思う次第です。ありがとうございます。あの僕はおっしゃってた通り、あのわざわざそこまで行って、あのやっぱり余裕が、お金の余裕があった方がオペラもう1回プラス1回、同じオペラなんか2回3回見てても多分一生忘れられないことなので、で割と向こうで見るとまあ安いの で、ね、だからあのもう、まあ、借金しろまで言わないんですけどでも、まあ、向こうで使ったお金もかなりあの価格があると思います。まあ、自分にかけるお金っていう形でそれの方がいいですよね。そうですね、そうですよね、向こうでしかできないことが多くて、あの、まあ、食べ物だったりとかそこを我慢しなきゃいけないっていうか、うん、もったいない感じ。そうそれとまず自己管理しながら自分への投資ということですね。わかりました。ありがとうございます。水沢さんの、はい、準備の。準備の方、私はちょっと日本の手続きがいろいろ厄介だったなっていうのがありまして。そうです、先ほどもそうです伺ってたので、そうですね。まあ、春ごろに説明会がありまして、そこから通常2週間ほど、今となって、大体です、音楽院留学の場合は、正規の留学ですので、あの文化会館で続きする必要があるんですね。で、皆さんも、まあ、その道を、くぐったっていう方がいいかもしれないんですけど、基本的に今となって1ヶ月ぐらいの余裕があるんですけど、そんなにそうです、すいませんね。私当時は1週間しかなかった。私1週間ぐらいで、ですよね、その間に、日本の卒業証明書でしたり、はい、いろんなものを私はもう準備した段階で説明会に参加したんですね。で、そこから1週間内に、指定の翻訳会社に翻訳をお願いして、そこから外務省に行ったアポスティールの証明の印鑑を、それもあの即日じゃないので
もう本当にどぎまぎした1週間を過ごして、そしてまあなんとかあの面談をさせていただいて入学という形になったんですけれども、あのちょっと私もその手続きが大変といいますか、まあきちんと書いてあるものを揃えた上で、しかも1ヶ月あるのであれば今はもう大丈夫だなと。今は全く問題ないですよね。そうですね。なのでちょっと今お金の話が出て、私もちょっと思い出したところがあったんですけども、あのそもそもどうしてそういえばイタリアって決めたのかなと思い出すと、実は大学3年の時にあの大学の海外研修が1ヶ月ほどありまして、それでイタリアの北イタリアですねに滞在しました。でその時レッスンを受けたり、まあ、観光も少ししたんですけども、初めて海外に行ってピアノを弾いた時にも天井は3メーター4メーターほどあるところで、こんなに自分の音の聞こえ方が違うんだっていう衝撃を受けたんですね。まあ、日本の建築が、まあ、建築が違うっていうのもあるんですけども、今まで自分は一体何を弾いてきたんだろうという衝撃を受けたのがきっかけでもあります。でそれが3年の終わりで、4年に入った時に正直その頃あんまり私ピアノやんなくてもいいかなって思っていた時期、あの、まあ、そんなに続けなくてもいいかなと思っていた時に、その海外研修を受けたきっかけもあって、あのきちんと勉強してみたいと思ったのがありました。それで、まあ両親に相談したんですけども、どこに留学費があるんじゃいと、私は普通の家庭だぞと言われまして、まあ、大学の方もあの特待生としてなんとか過ごせただけだったの でそこから、大学を卒業した後2年間地元に帰って実は就職をしてまして、そうなんです、 OL をやっていました、はい、でそこで実家というのも甘んじて、家に入れるお金もまあ本当にビビたるものがいてほとんど自分の貯金に回して、2年間で、そうですね、ちょうど生活費が1000ユーロっておっしゃってたんですけども、まあ、日本円で月12万ぐらいのかける2年分を貯めようという目標でやりました。でプラス、母校の留学奨学金もいただけたというのもあったので、なんとか、まあ、予算的に2年半分ぐらい持ってた状態で留学の準備をコツコツと、そうですね。あとは、まあ、あの働いてはいけないっていうのをもちろん知ってたんですけども、あのピアノという楽器のちょっとラッキーだった部分で、知り合いのローマのホテル のラウンジでちょっとピアノ弾くバイトもちょこっとさせてもらって、それも2年間やらせていただいたり、あとはコンクールも行って絶対賞金取ってやるっていうのもあったので絶対あの赤字にはしたくないっていう思いもあったので、もちろんプログラムだったりいろんなあの実技の問題もありましたけれども、なんとか旅費分稼いでやろうという部分が力入りました。そうですね、あのやっぱりお金は大事でしたので、はい、そういう意味でもいろんな気合が入った2年間だったと思います。すごい準備感ですね栗林さんどうだったですか？もうちょっとスムーズいったんですか、それとも同じようにいろいろと難関を越えて。私はそれこそさっきも言ったように勢いで行ったっていうのがあるので、そうですね、私はむしろの準備不足で行った人間の代表みたいなものだと思うんですけれどもはい、あの大体その大事なことは全部太田さんが喋ってくれたので何喋ろうかなっていう感じなんですけれども一番留学費用については本当に私はあの親のすねをかじって本当頭が上がりませんけれどもはい、そちらとあと周りの方からの援助もいくらかいただいた状態で留学しました。で私の留学準備で一番大変だったのは何にせ語学が全くできなくて、でそこまでずっと勉強していたはずなのに分かるのに出てこないっていう、なんですかね、こう言われてることは分かるんだけど言葉にできないっていうのが一番多くて、だからその面接とかそういう口頭諮問がものすごく苦手だったんですね。で、まあ、それでダメだった奨学金もあったりとかして、でそれでだからこんな状態ででもとりあえず行きたいっていう、まあ、その行きたい理由をちょっと後で話したいと思うんですけど、で行って、で向こうで語学の試験、あこれ後で話した方がいいですかね。いや、もうあれでもまあ的にはまずなりますけど、もしでその時にその向こうの入あのアミスよね、入試の時もあの語学試験もあって、それも口頭諮問と筆記試験と両方あって、でそちらの口頭諮問もなんかもう本
当に踏んだり蹴ったりな感じだったんですけれども、でもやっぱり行って生活をすると本当に喋れるようになっちゃうもんなんですよね。もう様々ですね。はい、そう、なんか別に語学力が上がるというよりは自分がこれを伝えないといけない、でもこの単語知らないからこれを説明する何か他の単語に置けられるっていう自分の中の脳みそがもう違うシナプスが働いて、そういう説明の仕方が上手になって結果喋れるようになるっていうのが一番印象、あれ自分の中で、あ、こういうことかっていうふうに語学については思ったのと、そうですね、私はちょっとその留学、なぜ留学をしようとしたのかっていうその理由なんですけれども、私もともとすごいさ、なんかそこで大丈夫ですか、5分って書いてある、全く問題ないです私もともとミュージカルが好きで、でそれも原稿のミュージカルじゃなくて日本語でやるミュージカルが好きだったんですね。で大学に入った理由も劇団四季に入りたいからっていう理由で、でその劇団四季のトップの人たちはみんな芸大だからっていう理由で芸大を目指して芸大に入ったんですけれども、そこでそのイタリアオペラバリバリ専門の、そこからの先生について、でもちろんイタリアオペラの魅力をいろいろ分かってきたんですけど、それでもやっぱり自分の母国語で歌う表現するっていうそこの壁を越えられなくて、でそういう意味ではこう本当にこうイタリア語がわからないので、こう体感できないというか感覚としてわからないから理解はできてもわからないっていうのにずっと悩まされていて、でやっぱりそれはもう向こうで生活をする以外に道はないだろうというふうに思っていたので大学時代から留学することは考えていたんですね。でやっぱり一度始めたからにはできるところまではイタリアオペラのこともちゃんと知りたい、やってみたいっていう感じでイタリアオペラの勉強を進めて大学に行ってオペラ専攻で行って、でイタリア留学を決めました。なるほど、ありがとうございます。平田さん、逆に、はい、何が難しかったんですか？そうですね、難しかったことっていうのは、まあ、もちろんお金の問題もそうでしたし、言葉の問題も私もとりあえずやっぱりイタリアに住みたいっていうのが一番だったので、一応勉強はしてありましたけど、やっぱり教科書の言葉とね生活の言葉って違うので、あと地方によってディアレットっていうその方言みたいなものであったり言い回しっていうものが違うので、そういうことには苦労したんですけど、何分、まあ、若干やっぱり私最初の留学が結構約15年前なので、情報は古くなってしまいますけども、やっぱり情報を取るということが大変だったんですよね。で当時ネットがそんなにまだイタリアの方が普及している状態ではなかったの、日本は普及してましたけど、そういう意味でごめんなさい、いやでも本当にファックスは送れるけどもネットでメールの返信がなかなか来ないっていうか、そもそもメールアドレスがないっていう状態だったので、情報を取るという意味ですごく大変だったんですね。でやっぱりそうすると先輩たちにいろいろ話を聞くしかない、でも先輩でもなかなかその当時ローマに留学してる方がなかなかいなかったので、なぜかやっぱりピアノで留学してる先輩がいたので、まあ、その先輩にお聞きしたりとかして情報を得るしかなかったんですけれども、やっぱり今私がこうして留学2回の留学、5年半の留学から帰ってきて、鬼沢さんをはじめたくさんの留学生と接してきたんですね。でその時に全くゼロで自分で何も調べないで、とにかく何でもいいから教えてくださいっていうスタンスで来る学生さんたちが何人かやっぱりいたんですね。そういうのってやっぱりあなたの留学でしょ、あなたの勉強でしょっていうところが基本的に私はあって、でまず自分で情報を得る努力をして、である程度自分の中で疑問点が出てきた時点でそのことをその先に留学している先輩方に聞いてっていうことにすると、より自分の中ではっきりすると思うんですよね。だからまあ生活で大変だったことっていうか、もう全てなんですよね。お金のこともどうやって銀行からお金を下ろしたらいいのか、もうそこからわからないんですよ。そうですね、確かに先輩どうやってお金を下ろしたらいいんですか、
カード出たって出ません日本だと先に選択肢があるじゃないですか、引き出しのところ。でもイタリアの場合まずカード入れなくちゃいけなかったんですね。触っても画面変わらないしっていう感じで、もう本当にそういうところから一からあの先輩方に教わったんですけども、でもやっぱりまずは自分で情報収集をして、でその上で先輩方にそれから留学し始めてからも先に住んでる人たちに、ここどういうふうにしたらいいんだろうとか、こういうことが困ってるんだけどっていうことを具体的に自分で整理ができるくらい自分で考えてから、動いた方が後でやっぱり困らないと思うんですよね。全く自分の中でゼロで行ってしまってっていう、で私がそうだったので、やっぱりなので、できるだけ自分で今のもいくらでも情報が得られる時代ですし、こうやってイタリア文化会館さんが留学フェアなんていうことをね、やってくださってる時代ですから、情報は自分である程度得て、それを踏まえた上で、留学してほしいなと思います。ありがとうございます、はい、情報収集で言いますと、多分最近の一番の質問は、家探し皆さんどうしてるのか、文化会館にもたくさんの、そういった質問いますので、私たちもなかなか答えできないところたくさんありますので、皆さん、特にどうされてるか、平田さんはどう。私はですね、大学の先輩がちょうど私と入れ替わりぐらいで日本に帰るっていうタイミングだったので、そのままそのお部屋を引き継がせていただくっていう。ちょうど良かったですね。そうなんですね。で、2回目の留学の時もちょうど空いてるお部屋が半年くらい前に出てて、で3ヶ月前ぐらいにすみません、やっぱりそこを抑えさせてくださいということで、代々音楽家の方が住まわれてたお家に住んではいなかったんですけども、3ヶ月前からもう家賃を払って引き止めておくという、もう自分のお家にキープしておくという。結構の出費でしたね。結構の出費ですね。やっぱりお家は安くないので、なので、でもやっぱり住環境って大切ですよね。そうですね、まあ音楽にしてはそう、音の問題とか声の問題とかとても大きいので、それは出費でしたけど、家は抑えることは大切だったので、そうしました。なるほど、はい。栗林さんは、受験の時は友人の家がちょうど空いていたので、友人の家に1ヶ月住ませてもらってたんですけれども、で受験ピザで行って、受験落ちたら帰ってもらえないといけないじゃないですか。でそしたら部屋探しても無駄になってしまうの で受験終わって受かり次第探し始めたんですけど、それはもう本当に町の不動産屋さん、あとは個人的にこう部屋をアフィタスって探してる、はい、そう、もう原始的なポスターみたいなのも貼ってあって、電話番号貼ってあって、はい、でここに電話しようとで、そんなところにももう 何人かあって見せてもらって、で最終的に見つけましたね。でもそうですね、で結局パルマってミラノとかローマとかに比べて家賃も安いので、で最終的に私住んでたところは屋根裏部屋だったので、まあ住環境としてはかなり私は好きだったんですけど、まあ、夏死ぬほど暑くて冬死ぬほど寒い家で、でも350ユーロ。あ、安いですね。はい。で、ビロカーレって、今、日本でいう 1DK かな。そう、多分それに当たると思いますね。はい、かなり安い。ロカでは考えられない。考えられないですね。まだ、もう1日ぐらい、ちょっと食べると思うんですけど、350ユーロ。でもまあ、その、まあ、冬暑くて夏暑くて冬寒いで屋根裏部屋なので、屋根窓から他の家の屋根が全部見えて、で街のセントロだったので、1時間ごとに教会の鐘の音が鳴ってっていう、でそこにも最初に入った時に、あ、ヨーロッパだってすごい2年間はそのね、ボエムな気持ちで耳になったつもりで生活をしておりまして、仕事できてよかったです。耳と違って知らなくてよかった。お二人は家探しはどう。まず最初の留学を決めた時に、広田さんにいろんなことをお世話にしていただいて、その時に広田さんのご友人でプロのオーケストラに所属している方をご紹介していただきまして、そこのまあ、なんて言うんでしょうね、レジですかね、レジですね、そうなんだよ、半地下みたいなところで、はい、でそこに住まわせてもらえることになったので、最初は本当にスムーズに行きました。ただその後そこはすごく良かったんですけども、まあ、ピアノもベースで借りまして、
はい、あのそこのローマの楽器屋さんで借りまして、でそこに入れてたんですけども、何せ中心地が遠かったんですね。遠いですね。遠かったです。あのバス1本しか通ってなくて、1時間ぐらいかかって、あの待つ時1時間ぐらいバスを待って1時間乗って帰るって、もう本当にここはどこなんだろうと思いながら過ごしていたところだったので、半年、まあ、ちょっと期間忘れちゃったんですけども、学校内の掲示板にそれこそさっきお話しされてた本当古典的な、あの家貸しますよとかルームシェアしませんかというところで電話をかけて、やはり今現地ですね。そうですね、そこでいろんな場所に電話をかけて、あのピアノ入れてもいいですかっていう確認をして、で、まあ、この近くに引っ越しをしました。ピアノの引っ越しも大変でしたが、はい、やりました。はい、そうですね。小田さんも現地で見つけたんですか、それともこちらから。私はやっぱり受験の時は、あのちょうどその時期って日本の留学生が、あのなんか試験時期ということは、つまり学校はお休みなので、あの帰っているので、だそういった先輩のところのお家が空いたので、そこに住まわせてもらい、でそれで、あの、まあ、入学が決まったという時点で、まあさらに探し始めたんですが、私の場合はラッキーで、あの友人の、まあ、日本人の友人なんですけれども、があの現地のパルマで非常に仲良くしている、まあ、老人というか、まあ、その物件を持っている方がいらして、でその方がちょうど、まあ、信頼できる人に貸したいということで貸し手を探していて、でそこがちょうど、トリロカーレかな、その3つ部屋があって、でプラス、まあ、キッチンとかっていう感じの家だったので、まあ、ルームシェアするのにちょっとうってつけな感じの間取りだったので、じゃあそれを何人かでルームシェアしようということで、うん、でルームシェアしたのでかなり安く済みまして、まあ、もともとの家賃はトリロカーレで、あの家賃自体が650ユーロ。それも安いですね。あのお友達価格だと思います、多分。まあ、でそれにプラスステーセコンドミニアルといって、あの日本でいう教育費に当たるのかな。ただ向こうの場合はその全館暖房というか、あの暖房が日本みたいなエアコンじゃなくって、なんか壁にこう備え付けのこうなんか暖かくなるやつ、なんともいいやつ、そうそうそう、ありがとうございます。そう、それになっていて、はい、でそれの費用っていうのも、あのそこにかかってベッドとしてかかる、はい、形で、あの全部合計すると大体月々1000ユーロぐらいっていう感じだったんで、それを3人で割るって感じで、ちょっといいですね、330前後ぐらいという感じで、はい、ありがとうございます。だから、まあ、今のお伺った話で、まあ、まとめると、やっぱり多分日本で勉強するよりイタリアに行くと、まあ、人間関係を大事にしなきゃいけないって言ってますよね。あの、そうですね、結構そういう、なんかそういうお店行けば、はい、あの部屋さん出してるんですけど、はい、なんかそういう仕事をやってくれる人じゃなくて、自分でちょっとね、あの髪をちぎって電話してどんな人が出てくるか分かんないですね。個人個人なので、そうですね。じゃあ、まあ、あのこの話、まあ、大体同じテーマなんですけど、やっぱりあのこう言って、まあ、テーマだと、まあ、カルチャーショック的な、ちょっとなんか、まあ、もう非常に難しかったとか、まあ、こういう、まあまあ、難しいポイント、あの違い、あの日本と違いのポイントで、まあ、びっくりしたとか、まあ、逆に、まあ、びっくりしたけどよかったとか、なんか、なんでも、ちょっとまあ勉強になったっていうことが、ちょっと語ってもらいたいんですけど、口からいきますか。そうですね、あの私の場合、まあ、なんかそのポイントに合ってるのかどうかわかんないですけど、その家の話の続きでちょうどいいかなと思うんですが、まあ、うち そのお借りした家がピアノテーラーといって、こっちでいうところの1階にあたる物件だったんですが、で大通りに面してて庭があってみたいな感じの家だったんですけれども、まあ、非常に色んな話で恐縮なんですが、ある日あの下水が逆流するという大事件が起きまして、はい、あの日本じゃ考えられないと思うんですが、まあ、結局1階部分にあるということで、何かの原因でその下水管のところに、まあ、なんか詰まって、で1階であるうちのところにこう本来はこう流れていくべきものが
こう逆流してきたっていうようなことがありまして、もうそれはそれは地獄でもうパニックになったんですが、まあ、幸いにもそういった先ほど説明した事情のようなことで大家さんが非常に親身になってくださる方で、もうほぼ友人同然に接してくれたので、これこれ今こういう状況なんだけどって言ったら、もうものの数分で駆けつけてくれまして、でそれでそこからもう大家さんとこれはどこに電話をかける、今度はなんかどこそこに連絡してみたいな感じで連絡をしまくってまあなんとか事なきを得たというか、まあ、全然事なきを得てないんですけれども、一応事態収拾に向かったというようなことがありまして、なんかその中でもですね、やっぱり今もおっしゃってたんですけど、ともかくコミュニケーションの大切さ、自力でその事件を何とかしようと思ってたら多分全然何ともなってなかったと思いますし、まあ、自力で必死に掃除してっていう感じになったのかなと思うんですけれども、まあ、その事件があったのもある意味幸いだったんですが、それで大家さんが非常にこれこれこうしたらいいよとかっていうのをこまめにアドバイスくれるようになりまして、まあ別に変なやり方をしてたわけじゃないんですが、例えばもうゴミ捨てのやり方から何からこうやってやるのよとか言って、もう本当に自分のおばあちゃんのように教えてくれまして、最終的には留学終了して、じゃあ完全帰国しますという時には、なんかもうこれはお守りだから大切なコンサートの時には必ずつけてみたいな感じで、もうずっとここが第二の家だと思って帰ってねみたいな感じで言ってくださることになりまして、なんというか、まあ、ともかくコミュニケーションが大事だなと、その今までの自分がとても日本である意味受け身に過ごしていたなっていうことを向こうに行ってやっぱり痛感しました。でそれで、思っていることとか、今自分はこういったことに、まあ、例えば怒ってるなら怒ってるってもう本当に言った方がいいし、ともかく自分の意見をはっきりということ、死を乗ってはいなのノーなの、そうですね、言わなきゃ分かりません、よくしょっちゅう言われる、特に日本じゃ多分向こうに行くとすっごく言われると思うんです、なんですけど、だからそういうもうはいとかいいえとか自分の意思をしっかりと持つっていうことが大事だなということを感じました。それで僕ら歌手としては芸人系でいて大丈夫だったんですか、日本で若干逆に。だからその点が非常に、その日本に帰ってきてから方に行ってよかったなと思うことの一つでしたね。やっぱり自分でどういう歌手になりたい、どういう声が出したいとか、そういった目標をしっかり持って勉強するのと、漠然とうまくなりたいなと思ってやってるのとでは全く違うなということを感じましたし、でそのために向こうに行って あじゃあこの人の声素敵だなと思うから、じゃあこの人のついてるなんとか先生に見てもらえるようにこう連絡を取ってとかっていうことで、そういったなんていうか積極性というのがかなり身についたかなと。まあ、ここのポイントを見るとすごく大事なんですけど、日本人のプラカッシュにとってこういう、まあ、そういう経験してやっぱり歌に 歌だけじゃなくて、やっぱりそのイタリアから帰ってきて自分も楽譜読んだら、あこの時はこの気持ちだな、その例えばその大家さんに怒った時の思い出してるとか、それが街でこういう生活がなんかもうそのままオペラに映ってるって思いませんでした。そうですね、やっぱり日本にいて勉強していた時はなんかこんな感じっていう、なんて言ったらいいんでしょう、その嬉しい感じとかそういう非常に曖昧なもので捉えていたことが多かったなと思ったんですが、向こうにいて実際に生活をしたことによって、あこのセリフは日常会話で言ったらこう言っているなっていう風に翻訳ある意味、できるようになった。それはすっごく大きいことだし、逆にそれがないとオペラ役でもあれにしょうがないなという風に思いました。だから必須だなというふうに思いました。嬉しいという言葉自体は日本語ですし、なんか僕は嬉しいとフェギーチェってイメージ全然違います。そうですね、皆さんもそう思いますが。
言葉を勉強、ここで勉強して自分の表現が変わった、表現の仕方が変わったのもそうかどうかちょっと、ね、やっぱり私たちオペラをやっているので自分の言葉にできないと自分の気持ちっていうのをね変換しないといけないので、雰囲気だけじゃなくてっていうところですよね。そういうことがありますね。やっぱり向こうで知り合ったイタリア人の友人とか、まあ、のイメージで何かのオペラの役作りをするときに、あ、このキャラクターはきっとあの子っぽいやつだなみたいな、そういうことですね。人間観察的なところも重要ですか、ね、あのもう一番うまくできてるオペラは必ずそれがありますね。あの、まあ、モーツァルトと特にヴェルディ、うちはちょっとあの、まあ別世界なんですけど、でも本当に あのオペラ見て、あ、いるっていうのはあのいいオペラだと個人的に思いますので、でもその実際いるのは多分日本人よりイタリア人でいることが、まあ、喜ぶことが多いかも。逆に楽器の場合はそういうふうに気になります。現地を吸収していくっていう形になりますか。歌になるとやっぱり呼吸をするという自分が体なのすごく分かりやすいと思うんですけど、ピアノももちろん他の楽器も呼吸をしながら演奏している部分があって、実は最初の先生に決めた例はそこにあって、ちょっと専門的な話になるので避けた方がいいかなと思ったんですけども、あの、まあ、簡単に話をするとピアノももちろん呼吸をしなきゃいけない、呼吸をすることによって楽に書いたフレーズだったり、もちろんあの書いてはいないけれども、その背景に一体何があったのか、その時代の作曲家に一体何が起こってたのかというのは今諸説もたくさん出てますので、それも文字で分かる部分とプラス自分の体でどういうふうに音を出していくかというのはすごくあの呼吸の勉強はしました。1年目に、はい、それはあのなんかごめん、あのかなり専門の話専門の話になっちゃうんですけどでもやっぱりそのあのまあ、生き方っていうのはあの日本人とイタリア人とかヨーロッパ人は違いという感じます。まあ、あのもしかしたらなんですけど、そもそものさっきお話しした空間が日本はどうしても狭いので、そうすると例えば防音室とかで練習していると音が吸収されてしまうので、自分が出した音が一体どこに飛んでったのか、飛んでいく前にも画面取られてるんですね。で最初にやっぱりあのヨーロッパで演奏した時に音がポンと飛んでいって方向性が見えたんですね。なんてマニアックな話をしてますか、あの誰でもこの、はい、あの経験してると思います。あのミュージシャンなんかが、あのもう返してくれますので、返し方が、うん、でそれで一番最初その呼吸の話と合わせて先生に言われたのが、とにかく呼吸が浅くなってるから自分の飛ばしてる音も手前になっちゃってると、もっとあのダイナミックさ、それこそその怒ってる音だったり悲しい音とかも幅をつけるためには呼吸をもっと深くして喋ってるようにっていうのもそうですし、あの自分だけで演奏するなっていうのはよく言われました。もっと広いイメージを持って音を出しなさい。面白い世界に聞いておりますありがとうございます。もう一つ多分皆さんも聞きたいと思いますけど、あの現地に着いたらまず待ってるのが入試ですね。留学の試験でそれをやって、ね、まあ、あのその準備とか何が大変なのか、どういうふうに準備されたのかっていうのはあのいろいろ聞きたいと思うんですね。ひろたさんの時はどうだったんですか。はい、そうですね、多分これは皆さんに共通すると思うんですけれども、あの日本のように入試の時間とか歌う時間とかそういうのがシステムにされてないんですね。なので朝の9時なら9時に集合ってかかったら皆さん当然ながら行かなくちゃいけないじゃないですか。だけども実際に、まあ、私の場合歌ったのは翌日の翌日の最後だったんですね。あ、しかも最後の方そうっていうのが、まあ、これ他の学校どうか分かりませんけども48時間あっていう。そうですよ、ぶっちゃけなので、あの本当にでもそのなんていうのかな、自分がいつ呼び出しされるかが分からないので、2日間のうちの下の場合2日間時間がその時あったんですけど、あの午前中、初日の午前中の呼び出しの時間までに集合時間が来ますよね。呼び出されません。そしたら午後の3時とか4時の集合時間に行きます。呼び出されません。あ、そういう形ですか。そうだったんです。なるほど。で、
翌日の午前中また行って呼び出されない。で、知りませんみたいな。そうなんですよ。だから、いつ私たち言われるのって、とりあえず待ってて、みたいな返事しかなかったりとかしたので、最終的に、そうですね、2日目の、最後に呼ばれて、で、しかも最後の方っていうのが、結局、日本から送られてきた書類が、イタリアで書類提出した人たちの一番最後に置かれてて、それで、なので、最後になってしまう。でもその間待ち続けなきゃいけない。家は鬼沢さんじゃないけど、私の時期なかなか遠かったんで、居続けなきゃいけない。もしくは友達、比較的近くの友達の家に、お邪魔させてもらって、待つっていうことをしなくちゃいけない。とにかく待つ時間っていうのが長かったっていう記憶が、入試は2回ともあります。すごいですね。大変です。でもこれはコンクールでも言えますよね。あ、そうなんですね。コンクールでも言えることなので、受付の時間までに行きます。はい、自分の番号が来るまで待たなくちゃいけません。その時間は夜の8時ですとかっていうことがありました。コンクールで私も同じことがあって、その日に集合と言われて行きました。時間、一応その時は時間指定されてたんですね。行きました。2つ前のブロックが終わってないです。人じゃないです。ブロックが終わってます。なのでその時点で絶対間に合わない、その日内で演奏というのは絶対無理だろうなと多感してたんですけど、とにかく待ってと言われて、いやいやホールの借りてる時間もあるでしょうと。で結局最後まで9時まで待ってホールが閉まってありましたと。次の日に来てください。遠かったんです。そこもロマンだったんですけど、まず待つっていう言葉を知ったらしいですね。だから待つってる間の場所の確保っていうのが必要だと。夫さんはその待つ時間どう思いましたか？私もやっぱり10時呼び出し で私たちの場合はなんかいきなり呼ばれるしっていうか、そのブロックですよっていうのもなくって、次なんとかさんみたいな感じで呼ばれる式だったので、本当にずっとそこにいなきゃいけない。ご飯も食べに行けず、結構サバイバルっていう生き残るもんしか。ただなんかその中で上手い人は、私電車の時間があるからなんとかとか、私伴走者が帰らなきゃいけないからなんとかとか、本当かそうか分からないけども言って、上手い人は早くやってもらうんですね。でも私たち日本人だし、とてもなんていうか、どうなるのかなみたいな感じで、私たち電車じゃないから大丈夫だよに待ってしまいまして、都合よく一番最後に回されてしまい、だから結局歌ったのが朝10時集合して、まあ夕方4時とかぐらいで、捕まったって聞いたら、お年寄りは全然お時間程度ですいませんって感じで思いました。で、なんか待ち時間とかもまあそんな感じだったんですけども、自分の場合不安だったのは、なんか入試がいつあるか分かんないっていうのがなかなか分からず、結局行った時点では性格実技の試験が何日っていうのがまだ発表になっていなかったので、もうそれを毎日のように学校のセグレテリアといって、まあ、日本でいう教務ですかね、に行って確認をする毎日で、その教務に確認をするのも教務の人何人かまあいるんですね。で担当がそれぞれに違う、多分ビエンニオ担当、トリエンニオ担当とかいろいろいるんでしょうけど、その担当外の人にうっかり質問しちゃうとすごく適当なことを言われるのでどの人が信用できるって言ったらいいんですけども、どの人が正確な情報を持っているのかなっていうのをまず見極める目が大事だなというふうに思いました。そうですね、そこを一番。いやでも僕が驚いてるのは、何さんが驚いてることなんですけど、そうですね、日本に長すぎるかもしれない。見慣れてしまったせいか、皆さんすごく新しい目で見る、多分観客のところに座った方が気がしてきた。ずっと日本に住んでる役で、だからちょっと今日は新しくこういう話も普通にやって、それで本当になんていうか、歌うレベルとか、その演奏のレベルもあるんですけど、落ち着けるとか、そういうなんかチームになるんですよ。イタリア人にとっていつ呼ばれるか分からなくても、なんかいつでもできる。で、我慢強い、なんかちょっと侍みたいな感じ、強く、なんかずっと2日間待ってても
まあ、うまく歌えるような多分なんか歌えるようなと思う。だからそれで、あのストレス与えても、まあ、あの試験より多分、ね、その舞台に出る時のなんかより、まあ、すごくストレスがなんか溜まっちゃっても、まあ、それは多分、まあ、今から言えるんですけど、あの大学時代の時に本当に待たされてて、あの、まあ、最初に先輩とか、あと、まあ、ちょっとうまくね、そういう理由を使って、あ、ちょっとしてもなんか電車が入ってるとかっていうのも、そういう能力が必要じゃないかなと思います。それまあ人間関係なんか含めて、あと、あのちょっと泊まる場所ないけど、ちょっとそこにいる人と仲良くして必死に泊まらせてくださいということも、あの、まあ、イタリアで学べるなんかスキルかなと。じゃあ皆さん、ストレスフリー、包容力、自立心がまずその場でもう、まずもう日本とは違うんだなということを、あの最初の入試の時点で日本スタンダードと日本は日本、イタリアはイタリアという感覚ですね。どの試験も罰です、ね、もうたまたまなんですけど、語学試験は人数が多かったのできちんと名簿が出たんですね。はい、ただあの150人と結構人数が多かったんです、外国人が。なのでそれは振り分けをうまいことしてもらって、まあ、時間通りもちろん行かなかったので、それはもうすごく待ちました。ただ実技試験の時にちょっと少し書かせていただいたんですけども、その試験の数日前に先生にきちんと課題曲を確認して、そもそも試験官に先生もいるんですね。で、まあ、なんでしょう、時代別の4曲、5曲ぐらい用意しろと言われました。で、それ時代が入っていれば作曲家は誰でもいいよって言われたんですね。はい、で、試験が始まりました。ずっと待ってます。で、何人かしてから先生が試験中なのに出てきてやってきて、ちょっとごめん、古典派さ、ベートーベン指定だったらしいよって私に数日前にハイドンでいいよって言ったんですよ。僕も知らなかったんだよね。はいっていう。え、どうされましたか。それで、まあ、ベートーベンのソナタも持ってたの、用意してたのがあったんですね。ただ、あの楽譜持ってなかったんですよ、その時。さすがに他の曲も持ってたんで。で、確かに周りの廊下で待機してる子たちを見ると、みんなベートーベンの楽譜持ってるんですよこれはおかしい、確かに情報を得てたってことですね。そうです、そうです、そうです。で、もう本当にまずその当時も拙いイタリア語だったんですけども、もう全然知らない子にごめんって言って、そのベートーベンの一巻貸してくださいって言って、そして、あの空いてる部屋を練習室として使っていいって言われたので、もうなりふり構わずトントンってやって、もうあのこういう事情でって伝わったのかわからないんですけど、多分相当結相会で詰まってたので、あの貸してもらって待ち時間も私も8時間ぐらい当日だったんですけど、そのうちそういうハプニングがたくさんあったおかげで練習をたくさんしまして、はい、っていうことがありました。じゃあ皆さん、そういう待つ時間、などを有効的にとりあえずまず使って、ね、そしていろんな人に話しかけて情報収集するということですね。きちんと確認するっていうのが大事です。あ、確認したんですけど、先生もやっぱり適当なんだなっていう、もう油断できない。油断できないですね。確認したことが何が正しいかっていうのがあります。わからないので、本当にそのセグレテリアの人が言ったことも嘘だったりするので、であの一番大事な情報が留学生の中の口コミで回ってきたりとかするんですよね。なんでそういう本当にあの受験に集中したいからとか言って、あの個人行動とかに出るのはあの命に関わるので、本当にあのみんなと助け合って留学の試験を受けた方がいいと思います。あとその実技の試験だけじゃなくて、なんか私たちの場合だけなんかわかんないんですけど、あの語学の試験もあって、それもやっぱり面接とあと筆記も一応あったんですけど、筆記は本当にすごい簡単なレベルで、まあ、あとは面接の方がどっちかというとなんか先生が知りたいのかなっていう感じだったので、そういった意味でもやっぱりあの言葉を使っておくことになれば、やっぱり入学試験の段階では来てすぐなので、言葉もまだまだだと思うんですけれども、そういったあの、まあ、事務局だとか先生だとかあの留学仲間だとかとかと喋ってイタリア語を鍛えていくっていうのを意味でもあの情報交換がまずいって大事です。そうですね、大事となってくると思います。イタリア大体そういう動きですね。あの上の人よりなんか周りのなんか助け合いでなんかそういう情報を入って、なんかお互いにいろいろ勉強になります。とりあえず喋ることですね、主張して聞いてみるもんですっていう
でまとめればいいんですね。はい、ちょっとなかなか入試はこういった周りの人に聞けっていうことでまとめるのもどうかと思うんですけど、いや事実は そうみたいですので、で皆さんはその大きな長い難関を乗り越えて、もうやっと音楽院で学ぶってことですね。そこで音楽院で、勉強していたことですね、または皆さんもちろん日本の音楽院も勉強されたので、向こうで勉強して、あ、じゃあここで得たのは良かったですね、またはこの先生で良かったとかっていうのはありますから、ぜひ良かったので。そうですね、私も音大に通って一般的な科目は勉強していたはずなんですけども、さすがに音楽史とか寝る時間になりつつあったんですが、イタリアの試験はそもそも科目自体が音楽院は実技のものよりもどちらかというと勉強の方が多かったんですね。で、昔のそのビッキオレタメントっていう昔のディプロマの時でさえも、そうですね、の時でも、実技は歌とアルテシエニカぐらい、あと最初の3年間の間にピアノとソルフェージュをやらなくてはいけないっていうのがあったんですけど、ビエンニョに入るともう本当に実技はアルテシエニカというそのオペラ演習みたいなものと歌だけ、あとは文学であるとか詩とかっていうものを総合的に学ぶ学科であったりとか、オペラ詩、そうですね、なのでとにかく書物を読まなくてはいけない、辞書引きの生活、イタリア語ですよね、イタリア語です、当然ね。で、筆記試験がなくて全ての試験が口頭試問なので、とにかく自分の知っていることを話さなくてはいけない、質問されるとその質問の意味を理解し間違えることがあるという恐れもあるので、とにかく自分の知っていることをきちんと話すためには一語一句とにかく調べまくって本を読みまくって必ず自分の中に言えるっていう作業をしないといけなかったなということを、でそれをしているからこそ今は私歌い手としても歌ってますし、母校で指導の方にも携わっているんですけども、それがやっぱり生きていく、来ている、物おじすることなく先生方と話をすることもできますし、同じ共演者の人たちと話をすることもできる、それから外国イタリア人の指揮者であったり、そういう方指導者が来てもきちんとその話をすることができるっていう、だからやっぱりその自分の中に裏付けを持てるだけの勉強っていうのをイタリアで初めてした気がしますね。もう本当夜中の2時3時までずっと毎週2週間に1つのオペラの台本を読んで自分の言葉で説明しなくちゃいけないっていう授業が、皆さんすごい顔してます、同じような、きついですよね。しかもオペラスコの週間ということで、そのあんまり知られてないオペラであったり、うちの先生はそれでも、次オペラテアトロローマ歌劇場でこの演目があるって言ったら、どんなにマイナーなものでもそのリブレットを読ませる、でもちろんマダムバタフライが上演されるとなったらバタフライを2週間かけて読んできて、それを話を順序立てて次々当てられてその話をしていくっていう、そういう授業があったので、もう復職誌とかもそうだったので、もうとにかく広く学ぶという意味で、実技ももちろんなんですけど、それ以上に学科の方を学ぶという場でしたね。知識の方も、知識は大切でしたね。でもそれがやっぱりオペラを歌っていく中で自分の中で表現する一つのものになっていくっていうのは実感として、今卒業して、その最初のビキオリアメントはもう10年近く前になるわけですけど、この10年間で自分の振り返ってみると、やっぱりその時の勉強が一番今の歌に反映してるなっていうのも、もし今の指導にも反映できてる、実際今ここに私の学生だった、私に教わってた子が一人ぐらいいるんですけど一人いるんですけど、そういう時にも役立ったんじゃないかなと思いますね。はい、これについて多分大学に入って、初めて歌ちょっと頑張らなきゃいけなかったのは、イタリアの学生は小学生とか高校生がそういうことをやらなきゃいけないっていうのが普通なんですよ。クラスの前でそういうなんか自分が知ってることを
語って、そうであのそのものについて語るだけじゃなくて、なんか自分の意見を言うのも、なんかまあそういう教育システムなので、多分これは多分、まあカルチャーショックというか、こんな仕事をしなきゃいけないって思う、まあ、僕の生徒さんも結構いますので、だから、あ、はい、これ覚えて、そう言うんじゃなくて、あの盛り返してあの自分らしく説明するっていうのは、あのまあ、イタリアの教育システムの独特なところです。だからその独立させるために本当にあの先生が言ったことと違うことを言った方が、まあ、プラスぐらいなんですよ。だから自分がなんか自分で考えたことがいい点数がもらえるんですよ。だから多分急に大学生がにあこういうことが言う。そうですね。だから社会は社会、音楽は音楽、理科は理科じゃなくて、うん、歴史も音楽も全てが一つの流れの中にあって、それを全部踏まえた上でそのテーマについて話していかなきゃいけないっていう状態なので、これは本当に大変でした。まあ、急にやれって言われるのですね。あのそうですね、寝てたので一人の外側のつてではなくても一人の音楽家としてっていう、そうですね、ちょっと違う国立かもしれないけど、でもそれがやっぱりコンセプトアドールで一番得たことかもしれないですね。勉強の仕方であったり、プレゼンテーションの仕方であったり、それは音楽の場面であろうが、教育の場面であろうが、これはずっと懐いてたんですけど、同じですかね。あの私たちの行ってたビエンニョコースは、あのむしろ実技メインで、その学科っていうのがあまりなかったんですね。そうなんです。あのトリエンニョの3年コースの方はすごく学科もいっぱいあって大変だったんですけど、ビエンニョはそんなになくて、アルテシェニカ、実技、アルモニア、ロバセですね。あと何があったっけ、あと室内学といって、まあ、歌曲の分野ですね。あのそれを他の楽器、バイオリンとかと合奏したりする授業と、あと、あれコレペティトゥアの先生と、あの1本のオペラを読んだりとか、まあ、そちらの歌曲も読んだりするんですがっていうことと、それからストーリア、ムジカテアで劇場音楽史っていうのがあって、でその劇場音楽史がさらに何か3種類は、そうですね、いろいろ派生して、うん、あの復職史だったりとか指導台本だったり、うん、読み込むだったりとか、そうですね。なんでちょっと違う、ちょっとさほどそんなもう昔の勉強ボリナメントで、そんな勉強むちゃくちゃその学科の方でしましたっていうのはなかったですけど、私の中で一番あの自分の中でこう変わったのは、そのイタリアの実技の歌の先生とのやり取りの中で、本当にそこでもコミュニケーションが一番大事で、日本ってやっぱりこう先生が言うことは絶対だから、先生が言ったら、はいって聞いて、それを自分の中でなんとなくこう解釈して、そうもやもやしながら解釈してやってみるみたいなことが多いんですけれども、あのこっちが黙ってしまうと、イタリア人の先生は分かってるのか分かってないのか分からない。何考えてるのか分からない。そうですね。で何が知りたいのかも分からないってなってしまうので、そのレッスン、コミュニケーションしないことでレッスンが全く進まなくなってしまう。っていう、それがすごくもったいないなって思ったので、やっぱり自分が何を思っているのか、何が疑問なのか、どうしたいのかっていうのがちゃんと、もうどんなに伝わなくてもいいからまず伝える。で、何が起こってこうなってるかっていうのを自分の中、自分で私はあまり考えないでこう越えられてしまっていたので、今それまでは向こうにやっぱり留学時間って、留学してる間ってそれだけやってればいいので、時間もあるので、そういうなんか体の筋肉のシステムのこととか、そういうもっと根本的なことをきちんと考え直す機会にもなるかなと思う。はい、まず同じ国立として、まずあのお父さんで最後にあの皆さんで締めたいと思います。
そうですね、私もその先生との関わり方がやはり日本の音大と大きく違うっていうのはあって、やっぱり日本だとその指定制度っていうものがあって、まあ、師匠の言うこと絶対みたいなことがありますけれども、まあ、じゃなくてさっきちらっと出たんですけど、なんかこう討論していく中でとか、その中で自分の考えをはっきり出していくっていうことがやっぱり実技においてもすごく大切でした。そこがやっぱり大きな違いかなと思ったのと、あとは私は個人的にとてもびっくりしたのが、イタリアの学生、日本の学生より全然勉強しているなというのがものすごくショックでした。全然言えないことを言ってください。いえいえいえ、さっき先生もなんか普通の大学も通いながら、コンセルバトリオの方にも通ってたっておっしゃってて、そのパルマにもそういう学生がたくさんいたんですけれども、そういう子たちの話を聞いたらもう本当に日本の大学生って何してるんだっていうぐらい勉強しかしない、本当に学生って言ったら本当に勉強するものっていうちゃんと構図になっていて、で電車とか移動する中でパッと見てて もう常にノートとかやっぱり広げてて、本当にもうこの言葉でしか言えないんですが勉強してるんですよ。なんか私たちはオペラの生まれた国にいるわけじゃないのに、こんなに勉強しなかったらそりゃ全然勉強不足だよねっていうことをまず痛感しましたし、やっぱり私が一番衝撃を受けたのはその劇場史の先生だったんですが、すごくエレガントな女性の先生だったんですけれども、ともかく授業をしているときに手元の自分の資料をほぼご覧にならないですね。脳内に全部入っているんです。なので日本の音大とかだと大体ベルギーは1813年にみたいな感じだと思うんですけど、まあここまでじゃないですけどもだと思うんですが、もう全部ヴェルディの人生なら人生全部が頭の中に入ってきて、さらにその上でそれが音楽だけの歴史じゃなくて、さっきもちらっとありましたけれども、そのイタリア自体の歴史っていうのとももちろん結びついている、ヨーロッパの歴史とも結びついている。でその上でそういうの知識を完全にインプットした上で、じゃあ自分はこのオペラに対してどういう意見があるのかと、そういう何て言うんですか、自分の人生に音楽がちゃんと入ってるっていう状態を目の当たりにしたのがとっても何よりショックだったですね。でそのさっきの勉強量の話もあったんですが、そのマスタークラスを開講されてた演出家の先生がおっしゃってたんですけれども、まあ、オペラ歌手になるということはもうオリンピックの選手になるくらい大変なことを君たちは志そうとしているんだと。なって、まあ、そうでね、音楽を覚えて、言葉をやって、で、演技して、ことによったら踊ったりとかして、うん、文化を全部理解して、っていうことをやらなきゃいけないわけだから、君たちは、少なくとも1日10時間は勉強をしなければいけないよっていうふうにおっしゃってて、ああ、自分全然、見てないなと思ったのが何より衝撃的でした。多分そのおっしゃってた勉強というのはなんかもうそのまま機械的に歌うとか練習というより考えて、混じ込んでなんか飲み行ったりでもありだと思うんですよ、ね。うん、そういう時間ももちろん勉強にも入ってきますね。うん、まあ、特にヴェルディ の、ね、出身地でいて、多分そういうなんかヴェルディと同じ空気ずっとヴェルディで食べてた同じサラーメンを食べて、すごく本当にそういうことも入ってくると思います。例えばそのヴェ、まあ、ルディの聖火を訪れて、この空気の中で曲ができてきたのかって思ったりとか、そういうことがやっぱり現地しかできない体験だと思いますので。ありがとうございます。じゃあリブリピアノだと、どうも、はい、先ほど音の振り方も違うって話だったんですけど、もう少しいろいろ聞きたいと思います。ちょっとなんかいろんな話が飛び交ったので、一体このテーマ何だったっけかなって言いましたせっかく学校の話だったので、私も芸人だったんですけれども、音楽史とか確か免許をしていただけたんですね。日本の履修したものを提出してありがたいことに2年分免許していただけたんです。はい、もうあれは取ったら絶対卒業できなかったと思います。はい、なのでそれも
月間来てます、この時間に来てます、この部屋にいます。で、先生によっても違うかもしれないんですけど、私は1年目の先生もちょっといろんな事情を重なって2年目先生変わってしまったんですが、2年目の先生もまあざっくり月曜日のこの時間、例えば他に授業があったら出てけばいいし、なければ戻ってけばいいしというスタンスだったので、基本的にいろんな生徒さんの演奏を、まあ、レッスンを聴いている形でした。空いてる時間がある限りは先生の部屋に行って、で、はい、結構自由です、ね、結構自由でした。で、そこで、多分そういうスタンスの先生が多かったかなと思うんですけども、その中でも、それこそトラディショナルって言って子供から入れるコースもあったので、文科生の中にはすごいちっちゃい可愛い子もいたりとか、そういう子たちに実はその部屋もなかなか広かったので、机とテーブル自分たちで出して聞いてるだけでもいいし、宿題やっててもいいって言われたんです。私はそこでいつもイタリア語を教わっていました。彼女たちにイタリア語を教えてもらったり、楽曲分析か何かの小論文も出さなきゃいけなかったりもあったんですけども、それも箇条書きならできるけれども文としてきちんとまとめるのはやっぱり困難だったので、それもさすがにちっちゃい子はできなかったので同い年ぐらいの文科生の子たちに手伝ってもらったりなど、かなり本当に日本人のつながりも必要ですけど、文科だったりいろんな、ルームシェアの友達にもいろいろ手伝ってもらいましたし、人のつながりは本当に大切だなと思います。そういうシステムは、まあ、僕もずっと、まあ、8年間ずっと歩いて、まあ、先輩方のレッスンを聞きながら、もちろん自分の11歳の自分もなんか宿題出してなんかやりながら聞いてて、それは日本に来て、多分、まあ、オンライン僕は通ってない日本なんですけど、でもちょっと伝統的なこの歌舞伎の勉強の仕方と似てるんじゃないかなと思います。だから日本にも、まあ、そういう世界あるんですけど、日本の音大だとやっぱりこの時間は誰々さん、そうそうそう、ね、それはね若干残念だなと思います。そう思います。みんな一緒になるその知識、先生から覚えるんですけど、先生たまにちょっと用事があるからお前教えろって、ね、ありました、それありました。でもそれはなんか先輩様っていうなんかじゃなくて、なんかもうお兄ちゃんみたいのように教えてもらって、で、まあ、それで友達で、なんかまあそういうなんていうなんかフレキシブルな世界ってのはすごく良かったと思うんですけど、ね、私も先生朝の8時半からレッスンする人で、イタリアの音楽院なんですけど、アメリカ人の先生だったんですね。で、一応コンセルの中で、ローマのコンセルの中で一番いいって言われてた先生で、でももうアメリカ人8時半にはきっちり来るんですよ。でも学生が来ないので結局だから、まあ、そうですね。だから自分も大体これくらいの時間、1人1時間ぐらいっていうのは決まってるんですけど、まあ、8時半来られる人から来て仕事に行く前に来る人もいるだろうしっていう、そういう感じでフレキシブルだったんですね。だから私一応8時半には飛び込んで、で次の生徒が来るまでうまくいくと2時間ぐらいレッスンしてもらったりとか、あとメドレスじゃないですか。もうそうです、そうです、そうです。なのでそういう意味ではやっぱりいいですよね、そういうフレキシブルな関係で自分たちの都合で学ぶことができるっていうのは良かったと思いますね。ユーザーさんにもう一つ聞きたいんですけど、先生が変わったっておっしゃってたんですけど、その変わったことで何か得たものっていうのはありますか。得たものは1年目の先生はとにかくもうその呼吸でしたり、今まで学べなかったことを教えていただけたので、できれば2年間教わりたかったんですけども、まあ、これを話すと本当に愚痴になってしまうんですけども本当は2年間いる予定だったんですが、ちょっと鍵盤学長と大喧嘩をしまして、先生がで今日学長が止めたにもかかわらず辞めたんですね、先生が。でその後に実はプライベートレッスンで頻繁に教わっていて、その時もやっぱりお金は全く受け取ってくださらず、はい、チョコレートだけ持ってきてと言われたんですけどそういう関係で、2年目は実は全然違うところでその先生と知り合いまして、音楽院の先生だったんですけども、2年目の、選択肢の中で現代音楽という授業を取らなきゃいけなくて、でその中で、まあ、自分の方だったり友達にどういう先生がいるのって聞いて、でこの先生いいよって言われたのが実は2年目の先生で、その最初は現代音楽の授業を受けさせてもらえますかっていうちょっとアポイントを取りに先生の部屋に訪ねて、こういう曲やったりしてるよっていう話をしていた時に、まあなんかすごく親身になって相談してくださったので、
そのまま逆に私がアプローチをして、たまたまあのコンクールに出願する、自分のプロフィールのイタリア語を持ってたりとか、いろんなものを持ってたんで、そのまま完全にあの面接ですよね、履歴書提出という形で、あの実はちょっとピアノ先生いなくなりそうでって言って、受け取ってくれませんか、私をみたいな感じで、2年目の先生のところに行ったので、もともとは現代作曲もされてる先生でした。で、こんなこと言ったらあれなんですけども、イタリア人と思えないぐらい、時間もきっちりされていて、それはちょっと今耳が痛い、いろんなことがきっちりされていて、で逆にお前の方がルーズだって言われたんですけども、私はあんまり卒業を目標にしていない状態だったんですね。なので本当に単位もぐちゃぐちゃな状態で、で卒業もできなくてもいいと思ってた部分があって、それよりもコンサートだったりコンクールだったり、いろんなオペラ見に行ったり、自分の好きな時間を使いたいと。そしたら2年目の先生が最初にやったのは、私を事務局に連れて行って、これとこれとこれ、これとって、これをやって、これをやって、それを先生が最初にやってくださいました。本当に面倒見のいい方で、でその後に私がとにかくいろんな場所に行ってコンクールを受けたいという話をしたので、年間のコンクールの予定表を書いてくださって、曲目とかも自分の持ち曲だったりとか、推しに近いですよね。そうですね、なんかそうですね、先生といいますかマネージャーみたいな感じで、その代わりといいますか、先生がそもそも現代作曲家でしたので、先生の書かれた作品を演奏会で聴くという形で、なんだかね、リバードテープではないんですけれども、ちょっと不思議な関係の先生で、今も連絡を取っていろんな作品を送っていただいたりもしています。それについて多分実際そこ行って昔持ってたイタリアのイメージがちょっと深くなって、あ、イタリアにもこういう方もいるのか、こういう世界でも本当にちょっとなんかイタリア人的とアバウトとかって言われることが多いんですけど、音楽の世界だと別世界です。音楽の勉強してきたイタリア人は本当にさっきみたいな武士みたいに本当に我慢強くもうこうしようと言われて絶対にします。もちろん先生との関係は、フリーに見えるんですが、もうすごく尊敬しながら、なんかその道もう諦めずに最後まで行くっていうことで、そうするために本当にしっかり約束守らなきゃいけない。本当そのベネツィアでベネツィアに寄港してでベネサに住みながらウディネ のコンセルバトリオを通うと120キロぐらいで、それで週に1回2回ぐらいはその5時に起きて先生の家までそのレッスンを受けて、そこからベネサに戻って大学通ってて、自分がすごいというアピールじゃないんですけど、それはみんなやることなので、結構厳しいことがあっても頑張るっていう、多分なんかイタリアの音楽の世界だと思います。皆さんから伺えたのは、その音楽に留学というのはまっすぐな道ではなくて、なんかちょっと寄り道しながらいろんな先生からいろいろなものをいただいてっていうのと、あと先生お父さんとお母さんのような存在にもちょっと私見えていたんですね。なるほど。じゃあ、もう時間も近づいてますので、最後に、この留学を得て、ことも同じなんですけど、得たもの、そして日本に戻って、それはどういうふうに活かしているのか、どういうふうにその今の部活動に活かしているのかっていうのが、できればと思います。こちらからいきましょうか。じゃあ、小田さんからお願いします。はい。そうですね、留学を得て、経て得たものは、さっきもちらっと言ったんですが、私の場合やっぱり積極性っていうことがすごく大きかったかなと思います。それと同時に今お話を聞いててすごく思い出したのが、その日本で当たり前だと思っているこの環境、なんか全てのことがある意味思い通りにいく環境というか、が普通ではないんだよっていうことにまず気づくということ、それによってさっきもちらっと話してましたけれども、すごく待たされたりですとか、物事がこう、なんていうんですか、まっすぐな道で行かないことがたくさんあるんですけれども、
それを経ていく中で、やっぱり忍耐力というか、よくイタリアでパチエンザと言われるんですけれども、例えば、ショーペロって言ってストライキがよくあるんですけれども、イタリアでは。それで、市内中の交通が止まっちゃって、もう、今日空港にどうしても行かなければいけないのに、行くためのバスも、地下鉄も何も動いていないとかっていう状態で、しょうがないからじゃあタクシー乗れずになんか 2,3 時間並ぶとかいうようなことが発生したりとか、あるいはもうしょうがないから歩いていくとかっていうようなことが発生したりとかして、日本で考えると日本でもよくニュースで台風で電車止まったりとかして怒ってる人結構いるんですけども、イタリアって同じようなこと毎日起こるにもかかわらず、私は少なくとも怒ってる人ってほとんど見たことないんですね。やっぱりもうそれをなんか、ってなってますけど、なんていうのかな、まあ、怒ってるにしてもなんかその怒り方が違うというか、怒ってることに慣れてるってこと。あ、そうなんですよ。それでもパチエンザでも。そう、パチエンザがすごいなって私は思ったんですね。その、なんていうか、やっぱり、まあ、日本語で言うと忍耐力っていう言葉になってしまうんですけれども、でそれを踏まえた上でじゃあ自分なりにこう最善の解決策としてこんなこともできるあんなこともできるってその考えるなっていうか紹介度が増えたなっていうか、日本では考えられないようなことが起こったりするので、その、まあ、トラブルシューティングといいますか、そういう能力が身についたかなっていうのは結構大きいかなと思います。あとはもうもちろんその言葉の言語感覚ですね、そのニュアンスっていうものが身についたことでやっぱりオペラへの関わり方が全く変わりましたし、今はまあそういったことを生かしながらオペラ歌手としてまあ一歩ずつ活動を進めているというような状況です。ありがとうございます。伊沢さんどうだったんですか。はい、そうですね、テクニックとかそういうものっていうのは本人次第の努力次第で変わっていくものかなと思っているので、それはもう本当どこでもできることで、さっきマニアックの話で音が飛んでいくとか、そういう自分の耳もすごく育ちましたし、清田さんもおっしゃってたように、やっぱり街中が遺跡だらけで、そういう空間にいてそれこそ空気を吸うではないんですけれども、あとは友達と遊んだりお酒飲んだりふざけたりとか、そういったことでやっぱり異国民というとあれなんですが、多国籍の友達とお話しすることで、あ、こんなこともあるんだ、こんなことも知らなかったで、なんて日本は狭いんだろうと思うことがすごくありました。はい、やっぱそういう部分でもやっぱ演奏につながったところはあるかなって、今まで自分が見てきたものが一本線だったものがこういうこともある、ああいうこともあるって幅広くなったっていうのをすごく実感しています。あとはやっぱり積極的に行かないと何も進まないっていうのは、自分はこんなにエネルギッシュに動けるんだっていうのに留学した時にびっくりしましたが、そうしないと生きていけないっていう、それは日本でもやりすぎるとちょっと日本では跳ねのけられますけれども、自分の主張というのは多少やっていかないといけないのかなと思いつつね、すごい笑ってますけど、まさしくその通りです。確かにまず自分で言わないと、まあ、分からないっていうのは私も、まあ、日本にいながらずっと感じています。いろんな留学生も来ているので、前によって本当に、まあ、何をしたいのか、どこに行きたいのか、何を学びたいのか、まあそのまあ若いがゆえにもちろんあるんですけど、そのまだ何も定まってない、何も見えてないっていうのははっきり言えないっていうのがあると思いますので、こういうふうに、まあ、やっぱり戻ってくるっていうのを見るとやっぱりその留学はその知識とその技術だけではなくて他に何か身についてくるものだなと思いました。で、大橋さんどうですか。私はまず技術的な面として行く前にちょっと喉を壊したりとかして歌えなくなった時期とかがあったの で向こうに行ってすぐもちょっと歌えない時期とかがあって、でその時にやっぱり日本での教わり方だと先生に言われたことを鵜呑みにしてそのままやってしまうっていう、そういうレッスンの仕方をしていたから、先生がいなくなってしまうと自分じゃ何もできなくなってしまったんですね。でもそのイタリアで先生について、でその先生とやり取りをして自分の中でいろいろ考えながら歌っていくっていうことができるようになって、
これやっぱり日本帰ってきてもそのちょっと調子が悪いなってなった時に、なんか誰か助けてじゃなくて、まず自分で何自分が何をしてるからこうなってしまってるのか、何をしたら治るのかっていう、そういうことを自分で考えながら歌えるようになったっていうのは、まずこれからプロとして歌っていく上で一番大事だなと思ってますし、でやっぱりその最初の目的だった合格、言葉が自分の中でこうストレートに入ってくるようになったっていうのは、オペラをやる上でとても、いいことだなと思いますね。あとそうですね、人として変わったなと思ったのは、やっぱりイタリアって街歩いてると全然知らない人が平気で話しかけてくるんですよね。なんかあのバス停とかで待っててバスが来ないなと思ってたらバス来ないわねって隣のおばちゃんに言われたりとかで、普通にやってで困って、まあ、電車が来ない時もその困っちゃうわよねみたいな立ち話になって、そのままなんか仲良くなっちゃうみたいな、そういうこともたくさんあるので、なんか日本帰ってきてからもなんとなくそこのあれが抜けてないのか、なんかちょっとトラブルに遭った時にふと隣の人に話しかけてしまってでもそれってすごく人とのつながりとしていいことだと思うので、そこはすごく日本人も多分で地方によってはあるんでしょうけど、特に都会にいるとそういうつながりって少ないので、そういうところは大事にしていきたいなと。ありがとうございます。じゃあ一言さん。はい、もう皆さんとも重複することばかりなんですけれども、じゃあ簡潔に言うと自主性と積極性ですねもうこれはもう絶対的にやっぱり身についたものですし、でやっぱりその生き方みたいなものですよね。その楽しむときは楽しむ、イタリア人とともってイタリア人だけだと、まあ、一緒に生活してたり仲間と楽しむときは楽しむ、休むときは休む、勉強するときは勉強する、そのなんかメリハリみたいなものがあることで自分らしさみたいなものも見えてくると思うし、それがやっぱり後々に続いていくんだなっていうことが本当に今思うことですね。いやー、いい時間でした本当にだからもうそうなんですよ。だから今でもなんかやっぱり、ね、日々の生活に疲れてくるとイタリアにとかローマに帰りたくなるし、で帰るって言葉を使うと親に怒られるっていう感じなんですけどでもやっぱりもう私にとっても第二の町っていうかふるさとなので、でそのやっぱり人とのつながり方であったり生活の仕方であったり生き方であったりっていうことを本当にイタリアで学んだなって気がしますね、だからそれを今はやっぱり後輩たちであったりに伝えていかないといけないなっていう感じです。そうですね、留学っていうのはもうそこで何か学ぶだけっていう話に終わると、もう結局本当にどこでもできるし、 そうですね、その全体的な楽しみ方とか、その今まさしく言ったいい時間だったなって、ね、言えるような時間にそこで気にした方が、ね、だからお散歩してても教会でカラバッチョの絵を見るとか、うん、美味しいですよね、あの美味しいカフェを飲むとか、ジェラートとか新しいとかできたといえば行けばいいし、とにかく楽しんで、すべてが身になると思います。いいことをいただきました。ありがとうございますじゃあ時間はそろそろ終わりですので、皆さんから何か質問があればと思いますので、マイク1本くらい貸していただけますか。
向こうでの先生探しというのはどういうふうにやっていらっしゃったのかちょっとお聞きしたいです。じゃあとりあえず私から言うと、私はやっぱり先輩 の, あの先生に教わっあのまず1回レッスンしていただいたりとか、あとは自分 の, その生活していく中で友達になったり優秀な子であったりの先生を紹介してもらってレッスンに行くという形をとって、で自分に合う先生を見つけるという方法を取りました。ただコンセルタントリオの中っていうのはそうやって先生が選べるって言っても学校によってはあの下立ち時代だから10人ぐらい声楽の先生がいましたけども、あの地方によっては声楽の先生が1人しかいないとか2人しかいないという状況もありますので、まずはあの自分でその先輩とかに先生を聞いてみる、あるいはそのコンセルバトリオの先生のところにレッスンを行ってみるということをするのをお勧めします。私もその日本人のもともと行っていらっしゃる先輩の先生を紹介していただいてプライベートの先生は見つけたんですけれども、コンセルバトリオに入った時点で私は先生決まってなかったので、本当にそのいる先生の中で第3希望まで受験後に出して、でそれで取っていただいた先生に見ていただいてました。ですけどいいですか。私は完全にゼロからスタートしていて、まあ、コンセルバトリオに日本人の方が何人かいらしたので、語学留学中に何度か音楽院に足を運んでました。その中でコンサートで聴いた先生がまずあの素敵だなと思って、その先生とかをアポなしでノックで行きました。そういうのは何回か繰り返して、まあ、あの友達、まあ、日本人もそうですし他の国の方とも知り合ってこういう先生もいるよという紹介ですね。とにかく自分で行くしかないなというのを最初に学びました。そうですね、私の場合はまず音楽院の先生はやっぱりあのすでに先に行ってたあの同期の友人がいましたので、その人から聞いて、あこの人が大体いいらしいというのを伺った上で、あのとても優秀な先生ほどやっぱり人気になってしまうので、あの出門家の数っていうのも取れる人数に限りがあるので、あの事前にやっぱりこう入学したらぜひ私を教えてくださいということを言っておいた方がいいというのを知って、であのその先生に、まあ、私はこうこうこういう勉強をしていてぜひあの、まあ、習いたいのであのよろしくお願いしますみたいのをあのこう自分はこういう普段歌を歌ってるっていう録音をつけてなんかメールまでして、でそれで「ああ聞きましたけどいい声だしぜひうちで見れたらいいと思うわ」みたいな返事をもらっていたにもかかわらず、入学後にやっぱりその先生は見てもらえないということが判明し、あのそういうことがとてもよくあります。まずで、なんだっけ、そうそうそう、だから向こうに着いてからその先生のところにはプライベートレッスンにも行きましたし、もうほぼ 100% 確実と思ってその文科 の, あの初日の顔合わせみたいなところに行ったら、あなたの名前はないですと言われた状況だったので、まあ、精神的にも結構ショックなところはありましたが、そこから、まあ、あの第二希望の先生のところにはまあ無事に見てもらえることになりまして、まあ、結果としてはその先生も非常にあのいい方でしたし、非常に親身になって見てくださったのでよかったかなと思いますが、やっぱり事前にかなりそういうあのまあ、私の場合は結局うまくいってないですが、でもあの事前にその連絡をしてレッスンを見てもらったりというのがかなり大事かなと思います。けど最近結構入試が厳しいんですね。で特にあのパルマとかミラノとか、まあ、ローマも多分そうなのかなと思いますが、大きなコンセルバトリオというのはあの海外からの留学生非常に増えていて、でその中で結構あの特にパルマがなのかもしれませんが、あの専門的な話になりますが、やっぱりパルマ、ヴェルディのゆかりの地ということで、やっぱりヴェルディを歌える声の人っていうのを先生方もやっぱり評価する傾向にあって、その中で私なんかはそんなに声がそういう、その時期は特にそういう声ではなくて軽い声だったりとかしたので、あのその中でじゃあ何を評価してもらえるかというと、まあ、骨イコール骨ではないんですけれども、やっぱりこの人はあの知ってるかどうかっていうのが、全く知らない人と、うん、知ってる人とで同じ点数が出ちゃったっていう時にやっぱり
違ってくるかなというのももちろんあると思います。それからあとプリバータその、プライベートレッスンの先生に関してはあの日本で公開マスタークラスとかを行ってらっしゃる先生のところに何回か見てもらったりとかして、でそれで個人的にメールを送って現地で見ていただいたりとか、あとは最終的に一番長く続いた先生に関してはあの現地であの先輩が見てもらっている先生のところにあの情報をしに行って、でじゃあ中島も見てもらおうという形で決めたという感じ。ここなんか一つ寄せてもらうと、多分あの日本人にとってはあの、まあ、なかなかないことがイタリア、普通のことはその先生を変えることが普通にあります。あのもちろんあの先生と弟子の関係が深いんですけれども、まあ、最初はなんとなくちょっと合わないなってお互いにあのちょっと分かるようになったら、お互いにあじゃあちょっとなんか違う先生に、なんかスイッチしてっていうのは本当にお互いにいいことで明らかになれば全然あの辛い思いせずにあのできますので、だからちょっとまあ、先生選びとすごく大事だと思うんですけど、そればかりにあのストレスがかかるとなかなかちょっとあなんか決められないっていうより、とりあえずっていう感じがいいんじゃないかなと思います。あのちょっと、まあ、やってみたら、違うなと思ったらなんとかなるっていうシステムです。あの日本の、あの問題性はちょっとそういうなんか付け方がすぎてもう仕方なくて合わないっていうのもあります。人間関係だし、あの歌い方とかの演奏の仕方とか途中であの生徒さんもなんか変わっていきますので、しょっちゅう変わるのが仕事なので、だからあの、まあ、なんか大事だから先生さんらしいちょっとまあ、 あのちょっと軽く柔らかく選んでからちょっと後があるからです。ありがとうございます。あのこちらに住んでいただいて他の講座もクラスがあるっていうことですね。他に、あ、すごい積極的にあとノリが2人なんですけど、あのこちら、それがそんなグラフで皆さん積極的になりますね。あ、とても良い話を聞いてありがとうございます。ちょっと今去年度大学を卒業して今普通に、仕事をしているものなんですけども、やっぱりちょっと留学をしたいなと思って今日ここに来たものです。働きながらなかなかやっぱいろいろ勉強の時間とかも取れないんですけども、その中で、どういったことをなんていうか心がけていけば心がけていたのかをぜひお聞きしたいんですけども、お願いします。なかなかもう少し具体的であるのがあるんですけど、まあ、私が最初の入試を受けた時っていうのは10年以上前のことなので、その時点では語学の試験がなかったんですけれども、やっぱりその後イタリア語の試験っていうのが留学生に関しては行われるようになってるんですね。でその時点でまず振り分けられてしまうことも学校によってはあります。なので、やっぱりその自治的なイタリアのニュースとかっていうのも今テレビやネット上でLINEの、ニュースであったりとかラジオも聞けますし、あとイタリアの新聞ですねっていうのもゴリエリセーラとかいろいろありますから、そういうのをあの難しいかもしれませんけど、最初はまずは新聞とかも辞書を引き引きネット上から出して読んでおくというか目を通しておく、そういうものが雑誌の切り抜きからあるいはこれを略してというか、それを理解したかどう理解したかというのを確認する試験の入試でありました。確かに記事で、はい、高等試験の記事で、私1年の場合はそういう試験があるので、まず語学で振り分けられてしまうことがあるので、やっぱりまずは語学でそのイタリア語の耳とあとそのニュースペーパーであったりというものを目を通しておくっていうで慣れておくということが大切だと思います。やっぱり語学が一番準備できることって逆に語学ぐらいしかないんじゃないかと思うので、語学とお金
ですかね。お金、そうですね。ただそのあのフルで働いてしまって、やはり平日はどうしてもなかなか時間が取れずに、あの私はちょっと特殊な会社に入っていたので、午前中、午後から出勤だったんですね。なので午前中早く起きて、それこそラジオ講座でイタリア語を聞いて、イタリア語の勉強もそうですし、実技もやっていかないと時間がとにかくなかった状態ですね。土日もちょっと違う仕事も、ピアノを弾く仕事もしていたので、ほとんど時間なかったです、確かに。ただあのどこでそういうエネルギーがあったか本当に謎なんですけども、とにかく何だかあのお金を貯めれないというふうに、あの一番身近にいた両親に言われたんですね。お前にはそういう根性がないだろうみたいな。もうそれが一番腹立たしかったっていうのもあって、絶対留学してるってその時思ったんです。すごい努力。はい。だから多分そういうあの何か自分は絶対やるっていう気持ちがあれば、あの確かに社会人時代はいろんなことも難しいと思います。実技も私も結構1年間の間でかなりひどくなったなっていう時期もあったんですけども、またそういう何かの原動力があった上でやって、あれもやってって時間はちゃんと作れるはずなので、なんとかやっていけるかなと思います。ね、なんかあのちょうど仕事をされ、卒業してすぐ仕事されてるって言って、私もやっぱり大学卒業してすぐにあの大学の助手の仕事っていうのに入ってしまって、やっぱり仕事がある状態で、その中であの、まあ、イタリアに留学したいなってほわーって思いながら日々を過ごしちゃった。そういう経験があるものとしては、やっぱりあのともかくお金は変な話借りても将来返すことができるけれども、時間は借りてもしないし、もう自分の時間しか生きられないっていうことを、もうともかく声を大にして言いたいです。あのもう何歳まで生きれるかも全然わかんないですし、あの白い目で言えばね、そもそもそういうことだし、まあ、それはただに留学のことだけじゃなくて人生全般そうかなとは思いますけれども、あのともかく自分の時間は自分によってしか当たり前だけど設計できないので、それをうっかりなんか日本にいるとなんか留学したいな、でもあの、まあ、仕事が大変だしとか、なんかでもなんとかこう言ってるしみたいな感じで周りにすごく流される面って大きいかなと思うんです。でも周り流されて損するのは結局自分なので、もうともかくじゃあ留学したいって思っているんだったら、ともかく行動を起こすことをお勧めします。例えば短期、それこそ2週間とかでもいいのでイタリアに何とかして行ってみるとかっていうのもすごく、私の場合はやっと卒業して3年後とかにやっと人生で初イタリアに行って、その時にああ全然何も足りないよっていうことをかなり痛感したので、でそこから語学学校にも行くようになりとかっていうふうに、あのどんどんあのなんていうかな、自分にとって前向きな動きに変換していったので、やはりあのその自分の時間を大切にするっていうことを社会人だと特にあのかなり心がけないと難しいかなと思うので、頑張ってください。ありがとうございます。まあ、かなり、時間オーバーしてしまいまして、まあ、それもちょっと新しいかもしれないですけど、とりあえず、今日のイベントをここで終了させていただきたいと思います。まあ、私たちも会場にまだいますし、何か質問があったら今日いろいろ答えできると思います。あと2階には、1階には、音楽院留学のブースも、情報ブースもありますので、そこで、ゆっくりじっくり、いろんな話も、聞けるかと思いますので、よろしかったら、続きまして留学フェアの、1階のところでまたお会いしたいと思います。で、今日来ていただきましたゲストの4人と、佐藤の家田の成田先生に、まず、本当にグランセルと、言いたいと思います。今日長い時間一緒に過ごしてありがとうございました。皆さん、じゃあ皆さんもぜひ、イタリアに行って、来年かその次はこの辺りで、ぜひ会ってみてください。いろんな話聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。